はい、ここが変だよ、和製ノラ・ジョーンズ、どんどん Y 編ですね。はい、これね、みんな、うん、これ流行った時みんなやりたかった曲やと思うんですけどね、あんまりうまくカバーできてないのか、あんまりやってる人いないですね。あ、めちゃくちゃノラ・ジョーンズってすごい、あの流行った当初、今もそうかもしれないですけど、すげえ女子力の高い、もう女の人がしたらもう可愛いっていう感じで、もう可愛いし、なんかセクシー、私はなんかこの上品な色気っていうんですかね、アメリカ人に珍しいタイプの、うん、まあラビシャンカルの娘だから、まあインドの血が入ってるんですよね、この人ね、実は。まあそんな話はどうでもいいんですけど、まあ、うん、こんな日本人の女の人って結構真似したかった人多かったんじゃないのかなと思うんですけどね。まあ見事なぐらい、あの動画で上がってるの見たらちょっとね、やっぱりカバーしてる人少ない、意外に。うん、ちょっとこの辺解説していきましょう。こうやったらかっこ悪くなるっていう、もう決定的なあれがあるんですよ。うん、もうそれ、もうずっと言ってきてるあれですよ、そのポケットリズムのツボのところを無視して裏打ちで合わせるっていう、あのやり方をしてるから合わないんです。うん、まあこれドボンドボンでいくとほんまにかっこ悪いんですけど、結局こっちになってるぞって話なんですね。要はこうなってるんです。これはかっこ悪い。うん、これもやっぱり、ってこういかないとダメですよ。こういう風にいかないとダメです。これ、行ってみましょうか。これバンドでやったらすごいわかると思います。ドボンの方がいきましょうか、逆にね。これはよく聞いたことあるかもしれないです。なんかかっこ悪いでしょ、やぼったくなるというか、うん、これ結局そうそう、結局これあれですよ、こういう風にやっぱりバックビートなんですよ。これもこの息継ぎが違うんですよ。今のだったらこういう風に弾いてるんですよ。1、2、3、4、こういう感じ。ここ分かるでしょ、このよく聞くでしょこれ、この息継ぎめちゃくちゃ聞くでしょ、この息継ぎが違うんですよ。だから1、2、3で1、2、3ふーっていかないとダメなんですよ。そう、だからこれ息継ぎが違います。だから1、2、3ふー、こういう風にいかなあかんですよ。そうそうそう、これ重心が寄らないとね、うん、ダメなんですけど、ちょっとやってみましょうか。うん、こっちの方が正しい例です。だから息継ぎが違うんですよ。1、2、3
こういう感じちゃんとあんまり練習はしてないですけど、今覚えたばっかりなんです実は。今覚えたばっかりでちょっとやってるんですけど、うん、これ明らかにこれ、うん、あの他の動画であの解説したやつとかもありましたけど、明らかにリズムおかしいですよね、うん、そう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 、ここなんですよ。だから一人でギター弾いてて上手い人いっぱいいるんですけど、ここがおかしいからバンドでやった時合わないです、うん、特にこういう風に洋楽のデモでこういうのやってね、合わない、うん、めちゃくちゃ出てきます。それでみんな悩んでるんじゃないですか。悩んでないっていう人は多分ね、もう嘘ついてるんですよ、うん、もう正直認めた方がいいと思いますね、うん、おかしいですもん。だってもうこれ私経験上わかりますもん。これだけの話ですね、うん、だからこれほんまにもう深刻な話なんですよこれ。ここのテイストね、だからノラ・ジョーンズの持ってるなんかカントリーの曲っぽいんだけど、なんか R&B のなんか雰囲気があるっていう、この感じ、ジャジーである R&B みたいな雰囲気があるみたいな、この感じやりたいんだったらこれ必須なんですよね。ここやらないと意味がないっていうことになってくるんですよ、うん、そう、なんかかっこいいぞと、カントリーやのになんか、うん、みたいな、あんな感じじゃないやないかとまあまあ、うん、まあ普通にスローなやつでもそのバラードのね、うん、まあ、あの速いカントリーもかっこいいんだけど違うじゃないですか、そのノラ・ジョーンズの雰囲気っていうのは。そう、ここの話なんですよ。ここをやらないと、うん、いろんな意味で損しますって話でずっとそれ言うてるんですけどね、うん、だからファンクとかもこんなん、ここ無視してありえないでしょっていう話、ロックでもそうですし、ACDC とかあんなんてもおかしになるぞっていうのはそこなんですよ、うん、そう、もうそれだけの話です。はい、今日はそんな感じですかね。はい、それでは失礼いたします。